皆さんこんにちは、 TMTV 田中みのりでございます。今日はリハーサルでございまして、その中で、まあ、今回僕がドラテク道場で何を皆さんにお伝えしたいかというと、まあ、車っていうのは、あるスピードを限界を超えていくとアンダーセアになったりオーバーセアになったり、要はその車のバランスというか、フロントタイヤに対してリアタイヤがどれぐらい食ってるの、リアタイヤに対してフロントタイヤがどれだけ食ってるのということで、まあ、バランスが変わってくるんですね。そのバランスを人間がコントロールできるようになると、非常に車っていうのは、速くて楽しくて、もうなんかもう本当に自由に手となり足となり面白い動きになりますよっていうことの入り口として、荷重移動を介して皆さんにいろいろレクチャーしていきたいなと思います。まあ、その中でまず一つ目、車が限界を超えてしまった時に出る挙動としてアンダーステアというのがあります。じゃあ実際に車がアンダーステアになった時にどういうふうに動くかやってみたいと思います。フロントがハンドルを切ってるにもかかわらず、まあ、曲がっていってくれない、ですね。この状態がアンダーステア。いいですか？もう一回行きましょう。こういう状態ですね。アンダーステアです。先ほどのアンダーステアに続き、ちょっとオーバーステアを出してみたいと思います。オーバーステアを出すには、ちょこっとドラテクが必要になります。まあ、それを踏まえて、見ていただければ面白いかなと思います。では行ってみたいと思います。車ってこう運転パターンというか運転の仕方によって、こうやって同じ車同じセッティングでもアンダーが出たりオーバーが出たりします。それをこういかにですね、自分でコントロールというか出せるように、オーバーステアを出せるようになれば、車がちょっとアンダーステアの場合にそのアンダーステアにこのオーバーステアを中和させてですね、非常に、高い次元でニュートラルのステアリングを作ることができます。だからアンダーステア、オーバーステア、車なりに出てしまうだけではなく、そこをドライバーがアンダーを出したりオーバーを出したりっていうことがコントロールできるようになると、より、スポーツドライビング楽しくなるんじゃないかなと、かなか思います。先ほどは ZC33S で、アンダーステア、オーバーステアの解説をちょこっとしましたが、今度は 32S、ZC32S に取り替えました。ちなみにこの車は LST が TM の、デュアルコア LST が付いておりますということで、まあ、LSD も使って、アンダーステア、オーバーステアのバランスもドライバーが作りながらの LSD ロックも途中で入れて、どれぐらい車が曲がっていくか、実際に走りたいと思います。なかなかちょっと解説は難しいんですが、特にこう前半の曲がりと後半の曲がり、前半の曲がりはこう荷重移動を使った曲がり、後半の曲がりは LSD で曲がっていくというような曲がりになりますので、そのあたりがちょっと動画で伝われば嬉しいなと思います。では行ってみます。しません。
伝わりましたでしょうか。これが、田中実が一番、LSD で皆さんに使っていただきたいという、テクニックになります。以上 DMTV 田中実が富士スピードウェイ P7 からお届けしました。